もう10月入ったやろ。もういい加減受験勉強飽きたよね。一日中自習室こもって一人で勉強したばっかやし、もうあと5ヶ月頑張れる気せえへんわ。そんな君におすすめなのはこちらのアプリ、アドミッションズは中高生、大学受験生限定の勉強受験に特化したアプリになっています。受験勉強というと一人での戦いというふうに思われがちですけれども、最近はもう SNS なんかが発達したりして、 SNS を通じて遠くの人と知り合いになって、その人と勉強に関して情報を共有するなんていうことが増えてきました。その中でもこのアドミッションズというのは受験に特化していますので、他の受験生の方と簡単に知り合うこともできます。このようにですね、科目ごとの毎日の勉強記録を載せることができて、しかもそれがランキングとなって、他の人と競うことができます。友達になった人とは会話もできますし、質問ももちろんできますし、模試の結果などを共有することもできます。先ほど言ったランキング機能も友達の中でランキングを見ることもできるようになります。志望大学や模試の結果、その他の資格なんていうのも登録することができて、自分に似たようなタイプの友達も作りやすいアプリとなっております。大学受験は自分との戦い、いかに自分のモチベーションを上げるかということで、このようにアドミッションズで知り合った友達とお互いに刺激を受けながら受験勉強するのはいかがでしょうか。中でもこのアドミッションズがすごいのは、勉強記録とか自分の情報を登録しておくと、大学の方からオファーが来て、入試情報だったりオープンキャンパスの情報などのとても有益な情報をもらうことができるようになっています。特待生制度の特別なオファーも届くことがあります。具体的に言うと、こういった大学からそのような情報を受け取ることができます。アドミッションズは自分と同じ仲間でもありライバルでもある友達と刺激し合いながら、そして常に大学を目の前にしながら、自分の受験勉強に対するモチベーションを高めることができるアプリとなっております。こちらに QR コードを載せておきますし、下の概要欄の方にもリンク載せておきますので、よければぜひともインストールして勉強記録をつけてみてはいかがでしょうか。もちろん無料です。今回は受験勉強用のアプリアドミッションズを紹介させていただきました。バイバイ。